さあポケモンハートゴールド続きやっていきましょう。33番に行くんでしたよね。勢い余りすぎたけど、ここ結構いいポケモンが仲間になるなーってちょっと思ったんですけど、あ、高速スピンすればよかったね。そうね、もうちょっとしたら正直キャタピー育てたいんですけど、あと牧場で育ててるのも取りたいっちゃ取りたいんですよね。育てたらどのポケモンでも強えなと思ってますからね。チャリが速すぎてよ。バメの森もチャリであったらそこかな。あ、ラジオ流すか。3枚余裕だと思うんですけど、あ、寝てんのか。眠りを解除しますか。鈴のおかげで、鈴ちゃんのおかげで、スピンダメだな。まあ、硬いからってのもありますけど。回復してます？あ、位置してんのか。泥試合よ。試合の後も、ちょっと待ってくださいね。ラジオで、この曲流してたら、この曲流したら、なんか敵に会いづらいですよ、的な。なかったかな？気のせいか。まあ、いっか。でも本当はまあ逃げりゃいいんでしょうけど。細かく戦うことが大事と思ってますから、マジで。チャリは速いけど敵に会う率も多分高いんですよね。あ、そうか、ここ、しかもチャリに乗りながら切れるんだ。カフェオレをね、飲みながらですけど、なんか日曜日だとどこでしたかね。日曜日何かあるよって言われたんですけど、デパートでしたか。キャタピーとトランセルってめちゃめちゃ僕は似てるなと思ってます。まあ、どうでもいい話っちゃどうでもいい話。おお、さっきのと何が違うのかな。まあ、これはね、
まあ回復させときますか。さすがやね、これで行ったらチャリできたらマナー最悪ですからね。チャリでコンビニに入ってネットで炎上するやつですよね。結構アイテムが増えてきたから、33番だったかな。じゃあね、ボングリア取っておきますか。おっちゃんに、そうか、もう1日経ってるから、おっちゃんにボール、もうできてんのか。チャリで去っていって、まあ、敵に会うけど、歩いた方が早いのか、そこはわかんないですけど。うわ、硬っ。合わないのか。ダメだね。飛脚使いたいけど、飛脚に、経験値がいくのが腹立つよね。あんまたくさんもらえないから。虫除けスプレー使えますか。100歩か。で、ここの中でも効果的なんですかね。イランとか歩くと、まあでも傷薬は嬉しい。100歩だからね。100歩ってどれくらいなもんなんですかね。あ、早っ！秒じゃん！こんなないのと一緒だよ。こんなん、100すぐじゃん。詐欺で訴えようかな。100って言うたじゃんって言われますけど、100ってこんなんすかみたいな。大股とかさ、だいたい自転車で100歩ってどういうことなの。一こぎでギューって進むんだったら、こう分かってもらえますか？一こぎでグーって進むから、何回でもさせなくてもいけるわけですよ。僕には先やね。この貝殻の、やろう。お、なるほどね。ライバル対決ね。しかも女の子同士だし。最近は女の子同士でのこう戦いっていうのはあんまなくなってきましたよね。格闘家。なんかアベマでポーカーがあって、これ、こんなん楽勝やんみたいな、ありますけど。女性同士の格闘技も、ちょっと、まあ、もう一時期よりは衰退してきてますよね。やっぱレーナ選手の時はすごかったなぁと思ってたんですけど。31番だったかなぁ。ここは頭突きのとこですよね。確か31やった。
った気がするんだけどな。でもどこにいるかわかんないんだよね。そうね、釣り、いい釣り竿欲しいよね。旅に違う。これな、聞いたことあるな。あれ。まあいいんですけど。なんか釣り竿が欲しい。安田くん。土佐キングか。ほう。土佐キンとか。新しいキャラと戦うのは楽しみだな。超音波。毒バルか。炎ね。ああ、アラちゃんと相性が悪いやつだ。別に相性がいいわけでも悪いわけでもないってことですね。そうなるとジジカでの差が出ますよね。あ、でも経験たくさんもらえるから。そろそろ進化しそうだけど。スピードスター。諦めない。間違えた。正直高速スピンめっちゃ微妙だと思ってますからね。あ、もう間違えた。まあ、いっか。高速スピンよりスピードスターの方がいいんじゃないの。まあ、まあ間違えた。ほんともうちょっと違うの。最近に若者は釣りなんてやらんのか？おい、ありがとうございます。釣りしたい。まあ、釣りの道具を貸してくれ。いいやつを。ジャッカル。ジャッカル貸して。あ、スピードスター。試したいな。スピードスター試したかったな。次試しますか。言うてチーム力を高めないと。ちょっとまあ微妙っちゃ微妙か。チーム力を高めないと、ジムのリーダーに勝てないですからね。こんなとこを繰り返してるぐらいじゃ。ちょっと待ってね、どこにいるか微妙っちゃ微妙なんだよな。電話で愚痴聞いてもらおうと。俺は自分の好きなポケモン最強。確かにね。おぉ、吠えるとみんな逃げ出した。君は来てくれた。感動だ。これを持って行ってくれよ。ありがとうございます。こんなありがたいことがあんだ。ちょっと待ってくださいね。吠えるか。相手を逃がして控えポケモンを傷やす。野生ポケモンなら戦闘。なるほど。はぁ、なるほどね。いいじゃないですか。ああ、でも、あらちゃん、場所がないからな。こういうことですよね。すっげえ便利だと思うんですよ。31だと思うんだよな。待ってね。取るって何？高めあれだと動き出したいのでボットだけは嫌だ。取るって何？
そんなことしてダメですよね。今の関係ないですよね。ラジオでも31だった気がするんだよな。まあ行きますか。31に待ってね。コモ戻ったら戻ったでいろんな発見があるじゃないですか。ここで頭突きね。あれ頭突きできるキャラが、そうか、いわく預けてんのか。そうなるとイワークを戻したいですね。早起き今日外さないと。ああ、ここは合ってた合ってた。そうそうそう。なになに、手紙ありがとう。冒険楽しかったね。ズバッとだけは嫌だった。だってさ、この前暗闇のホラー穴を友達と探検したんだ。あのホラー穴別の道に続いてんだよ。そうだ、親切な君にお礼をしなきゃいけないね。先が進めんるよね。中身は、は、眠るだ。グッドスリープ、縮めてぐっすり眠って体力を回復する技だよ。結構増えてきましたね。2ターンの間眠り続け、レシピと体の異常を全て回復する。だから眠るして、後ろに戻しゃいいってことなんですかね。これを取るためだけにこっちに来たようなもんですけどね。10番道ジムリーダーに勝たないといけないんですね。ここら辺の敵に勝ってもいいポケモンも育たないし、あんまり見ない気がしてるんですよね。おっちゃん、世の中面白い、いろんな発見があるからね。お、自転車や、どうした、返せって。いや、ミラクルサイズ、最近自転車売れてるよ。君が自転車、あ、なるほどね、してるね。お礼と、いちゃな、貸してる自転車、君のものにしてください。本当ありがとうで。なるほどね、今まで借りてたかね。最新式、あげるよ、とか。マウンテンバイクか、ロードバイク。弱虫ペダル見てますから。弱虫ペダル読んどるから。ロードバイクか。そうですね、どっちかというと、マウンテンバイクの方がいいか。正直3とかだったら虫除けスプレーが必要だな。でも200歩じゃね。戻りますか。もうあんまりこっちの方に行く意味がないと思うんでね。戻るか。草のところを歩いて、あとチャリと。まあそのうちワープみたいなので、こっちにシュッて行けるようになるのかな。
やっぱこっちからじゃないとポイっていけないんだね。そうね、枠が一つ空いたから、ちょっとチャリ降りるのめんどくさいけどね。結局歩こうが、チャリで行こうが森の中を合うわけね、結局は。まあ、逃げようが戦おうが、時間帯的とかいろんなの変わんない気がするけど。そうね、牧場で預けてるポケモンがどれくらい強くなってるかってのは大事かな。ここは全部終わらしてるから、眠るもらえにって思うんですかね。中目一つ岩砕き。あ、これ切れないのか。居合斬りで。はいはいはい。あれは何なんだろうね。あれ遺跡に来たのか。遺跡の謎も正直そのまんまっちゃそのまんまなんですよね。すぐね、すぐ来るから待ってましたとばかりに来るから。メリープか、まあ、欲しいってわけじゃないですけど、もう50ぐらいじゃ全然ですね。2、300もらわんと。まあそれでも稼ぐか。ですよね、知ってた。一発でね、いければいいんですけどね。サンドがちょっと強くなったぐらいですよね、前回のリーダーとの対決と変わったところは。こっちじゃないよね。だよね。もうちょっとね、強かったら助かるんですけどね。技が出にくくなったとかなのか。この痺れて動けないはずっと
メージ入んね。羽根っこね、羽根っこは持ってますもんね。あんまスピードスターにしても引っかくにしても強くないですからね。意外と早進化待ちなんですね。これってずっと麻痺なのかな。こうなると光合成で回復されて面倒いっすよね。まあ、地道にだけどちょっとずつは。麻痺を直しときますか。の方がさっきのところよりはレベルは上がりますよね。あーでも森の中に比べたらだいぶマシだな。でも言うてレベル6か。結構スピードスターよりも引っかいた方が早いんじゃねえかと思ってますから。石つぶてね。こういう時は変えようか。結局キャタピー育てられてないんだよな。そう、間違えたのよ。念力したかったんですよ。もうあったかい。進化がまだまだ後だったら正直キャタピーにしときゃよかったかな。試行錯誤だから別にどっちでもいっちゃいいんですけどね。まあね、こんなもんよね。網やないか。頭にちょっと
でしょ。ムーンボールか、いいじゃないですか。会社の出来、五郎から、おはよう。俺のかっこいいコラッタのこと君覚えてるか。俺のコラッタはそんでそこのコラッタはコラッタが違うな。コラッタの1のコラッタ何言ってるかわかるかな。戦えってことを言いたいのかい。そうね、いけるだけ言っといた方がいいでしょ。まあまだね、ぼんぐり集めてまとめてお渡しがいいっすよね。人ってそっか、ウバメの森を通ってか。まあ森は確かにめんどいっちゃめんどいですけど、さっきまでのとこよりは敵が多少強いから経験値上がるでしょ。進むし、よう考えたらサンドを育てりゃ毒針があるから、相手に毒針入れて毒で地道に削って粘るみたいな。お金が増えてないんでね、対人戦がないんで。対人戦してお金稼ぎたいかな。ここね、結構いいポケモンが。さあ、どれくらい強くなりましたかい ?10 か。ちょっと違和感。ああ、めっちゃ強なっとるやん。え、そんなかかるんか。いや、ちょっと待ってね。預けるか。こんな強なるんやね。そうやったらキャタピ預けようかな。ここやべえな。タマちゃんも引き取ろうかな。ボス戦に向けて。たまちゃんも引き取る。ちょっと待ってね、だ。あ、メタモンがいたね。スリープもいいですよね。相手強いから。そうね。誰よ。そうね、ちょっと待ってくださいね。スリープを預けよう。そのためには一回ポケモンを預けて、ちょっと一手間めんどくさいですけど、でかいは正義やから。引き取るのに金かかるけど、あ、そうか。ダメなのか。そうね、たまたま引き取って、あ、そうか、ダメか。まあ、いかたまたまもうちょっと入れとくか。
じゃあ、で、メタも入れればいいですね。相手強いから、変身すりゃいいんだろうね。奥の手やわ。相手強いから変身すりゃ、いい勝負できるんじゃないですか？いや、そういうことですよね。ちょっと勢いよく突っ込みすぎたわ。回復させたっけ？あー、そこか。あとはちょっと、道具はどうだったっけ？確かもう、傷薬にしかないんだよな。まあ、いっか。どうなるか勝負だな。じゃあちょっとね、キリがいいんで一回ここで終わって、次で、まあ、勝負かけて、どれくらいいけるかってことですね。